寿司屋の土屋の愛席いいすか。この番組は新しい技術で街づくりをよりよく進めるスマートシティ、略して寿司の取り組みを全国さまざまな事例を参照しながら、それぞれの地域でどんなことができるかということについて考える、そんな番組です。はい、9月中にですね、ちょっといろいろ講演というか、あの研修とかですね、ちょっとそういうのをあのやる予定があるんですけども、あの、まあ、とある地域ですね、スマートシティに取り組み、あの我々の地域でどんなことやったらいいのかなということを考える上でですね、参考になるようなあの資料をちょっと集めてみようかなというふうに思っているんですけども、結構あのいろんなところでね、有料事例ないですかみたいなことよく言われるんですけども、まあ有料事例って言ってもねというので、ちょっとこうピンポイント的になんかどっかのね、あの市のなんかの事例みたいなことね持ってくるときに結構毎回困るんですよ。有料って言っても何をもって有料事例なのかみたいな、まあ、あの、聞いた方もね、あの、わらをもすがる思いで、ちょっと、なんか、こう、何からやったらいいかわかんないんですけど、なんかいい事例ないですかみたいな、ちょっと、だって本当ね、あの、気持ちわかります。気持ちわかるんですけど、なんかそこでね、ポロッとなんか言っても、なんかね、あんまり刺さる可能性ってのはね、あの非常に低いんですよ。うん。まあ、言っても、まあ、その、まあ、それはまあ、その地域のことだからね、みたいな、おい、有料事例って言ったじゃないかよ、みたいな、ふうなことで、まあ、結局は自身の、あの、自分たちの地域で、まあ、必要なことをね、考える上で、まあ、どんなことを、から、まあ、あの、まず手をつけていったらいいのかということを、まあ、困るというのはね、わかります。で、まあ、そこ、やっぱりこう、ストーリーというか、なんかこの地域はやっぱりこういうことが、あの、問題としてあって、であるから、まあ、それを解決するためにこういうところからやったんですよっていう、なんか単にあの出来上がりのね、何かをやったっていう、まあ、例えばなんか、なんて言うんですかね、あの書かない窓口みたいなのありますけども、あの書かない窓口ふっと出しても、まあ、いや、まあ、うん、まあ、まあ、ね、あのそれはまあいろんな地域でね、あの、あったらいいと思うんですけど、でもそんなに必要なのみたいな、あの、ちょっとそもそもの話になってきちゃうんですけどね。まあ、例えば北見市なんかね、書かない窓口みたいなことを言ったときに、やっぱりこう雪深いエリアですから、本当にその、冬とかですね、もう4月とかでも大雪降るんですよ。そういったところで、市役所までね、こう足を運ばせるってどうなのっていうのは本当にありますから、あの、なるべく来ないでね、済むなら、外出しないで済むなら、それで済ませたいという思いがあって、まあそういう、あの、地理的な環境なんかもあってですね、そういう書かない窓口みたいなものが求められてるとか、なんかそういうふうに言うと、あ、なるほどなって思うんですけど、まあ逆にそれをじゃあね、こう、もう、なんでしょう、人口密度も高くてね、この、あのすぐね、歩いて行けるところに出張所があるんだから別にいいじゃんみたいなところからすると、あんまり関係ないなみたいな風になって、やっぱりその地域その地域の特性に応じて、まあその地域でやっぱりより求められているようなことを選んでいくっていうのが大事だと思うんですよね。まあでも一応他の地域いろんなところでどんなことやってるのかというのは、まあ一旦ね、知った上で、まあ、そういったことを考えるっていう、そういうステップはね、必要なんだと思うんですね。っていうのは、まあ、やっぱりその地域のね、特性をつかんだ上でやんなきゃいけないですって言っても、まあ一応こう他の地域のね、有料事例あるかどうかっていうのは、まあ上の方から指示されてとかですね、いろいろあると思うんですけども、まずはちょっとざっと見てみて、あ、結局ないなっていう、ないなというか、ないというか、まあ、自分たちの地域で考えなきゃいけないんだなっていうことを、あの、踏まえるために、まずは見てみるっていう、まあ、そのステップはね、必要だと思うんですよ。まあ、ちょっと必要枠かなと思っているので。まあ、ということで、一旦ちょっと基礎情報をね、集めてみようと思ったんですね。で、その時に、あの、日本国内ね、1700自治体あるけど、1700全部やるかって言ったら、ちょっとそれはさすがにと思うので、まずは一旦、あの、いろいろとですね、取り組む余力がある、あの、職員の人数も多くて、まあ、あの、いろんな計画ですとかね、あの、網羅的に、あの、やりうることができる、あの、余力が比較的あるところということで、一旦政令指定都市ですね、あの、20個政令指定都市ありますけども、そういったところの、あの、自治体でどんなことやってるのかっていうのは、まずは見てみるっていうことから、ちょっと試しにやってみたいなというふうに思っています。で、まあ、これ情報ね、集め始めてるんですけども、
20個ねあるんですよ。全国大体100万人程度、100万人以上のですね、地域、こういう政令市ということで、ある一部の権限をですね、通常都道府県が担っているようなところをですね、この政令市というところでは、担うことができるということでですね、本当ある程度大きなところ、比較的小さいところで、静岡市さんがね、69万人ですけど、一番大きいところで横浜市さんで377万人と。ということで、北は、札幌市から南は熊本市までですね、ちょっと今見てます。で、どんな観点で見るかというと、それぞれの地域の、スマートシティの取り組み、多かれ少なかれですね、スマートシティと言わなくても、デジタル化の活動っていうのはもうそれぞれやってるんだなというふうには思っているんですね。で、それぞれの地域の、いわゆる、なんてでしょうね、自治体 DX ですとか地域 DX とかなんかそんなようなページあったりはしますけども、一旦ちょっと私どもの、コンソーシアムの取り組みで、12個の領域っていうのがあるんですね、設定してます。健康医療福祉の取り組みから、購買個人消費住宅交通物流、などなどですね、いわゆる市民生活に関わる、分野というのをエイヤでこう12個決めています。でこのね分野の決め方っていうのもね、本当は関係省庁それぞれ決め方違うので違う合わせてほしいところだけど、その辺はしょうがないと。で、いろんな分け方ありますけども、一旦12個の分野でね設定をしてですね、でそれぞれの分野で、どんなことやってるのかですとか、あとはですね、この、特徴をね、掴むこと大事だと思うんですね。どんな方が、首長としておられるのかですとか、面積とか、スマートシティの関連方針計画戦略としてどんなものがあるのかとかですね、あとは検討会とか協議会とかありますね。こういったものがどんな状況か、都市 OS とかデータ連携基盤、どんな整備されてるかですとか、ベンチャーとかスタートアップ支援みたいなことをやってるか、あとは過去のスマートシティ関連事業ですとか、デジ電関連のですね、採択実績どうなってるかとか、あと連携協定あるかないかみたいなこと。で、他ですね、いろんな記事項をちょっと見た、ざっとですね、横並びで比較をしてみようということとですね、あとはやっぱり、この地域幸福度指標ね、ありますけど、公開されているので、20ぐらいであれば、ピックアップできるので、このそれぞれピックアップをしてみてですね、レーダーチャート、並べてみてるんですけど、やっぱり政令市がゆえにね、平均的にはね、なんとなくまんべんなく、平均的にはできてるんですけど、やっぱりちょっと形がね、少しずつちょっと、違ってるっていうところがあって、やっぱりこの辺の、この少し歪になってるところをですね、大事にしていくのか、この中でね、どれかを残すかっていう、その、意思決定はそれはそれで、その地域の方々がやるべきなんですけども、実態として、どんな形形状になっているのかということを、まず、拾い上げているという形ですね。で、やっぱり見ていくと、色がね、微妙にありますよね。ほんと、これ見ているだけで面白いんですけど、20の中で特にね、大阪市のね、いびつさがやっぱ目立つなというか、激しいなというか、東京都もね、結構特定の項目すっごいいびつだったりするんですけども、はい。なんかこんなのを見ながらですね、それぞれの政令市クラスで一体どんなことをやっていったらいいのかということをちょっと考えるためのディスカッションペーパーとしてこれは使えそうだなという感触があるので、いつかどっかでちょっと公開できるタイミングがあればですね、ご紹介できればと思います。はい、ということで政令指定都市におけるスマートシティデジタル化の取り組みについて、今調べてますという形です。はい、今日は以上です。